セイリャラントスフォスは、アイスランド南部にある滝。直爆に分類される。恨みの滝。最大落差はおよそ65メートル。アイスランドの南部に位置し、首都レイキャビックから車でおよそ3時間程度の場所にある。アイスランドの主要な観光地の一つである。同国の滝の中でも、比較的規模が大きい。滝の裏側にはくり抜かれたようなくぼみがあり、大きな空間が存在する。 滝つぼを囲うように小道が作られており、歩いて滝の裏側に入ることができる。裏側からは空と北、大西洋を背景に滝を眺めることができる。海に近いことと蒸気のように裏側に大きな空間があることから風の影響を非常に受けやすく、風向きなどによって水流の模様が変化する。冬になると気温が氷点下になるため、 氷に覆われた滝を見ることができる。周囲には草原が広がっており、これも季節によってその様相を変える。アメリカのテレビ番組、ザーメイジングレースでコースの中間ポイントとして登場したことがある。ソニー製のテレビであるブラビアの CM にも使用され、北川景子がこの滝の名前を言うシーンがある。ありがとうございます。